吉本芸人の頂点に立つのはどちらだ。吉本興業所属芸人6000人、その中からプロスピエースにおける頂点のプレイヤーが今決まります。熾烈な戦いを勝ち抜いたプロスピを極めし2人の芸人がいよいよ最終決戦へと挑みます。吉本代表という名の頂を、その手につかむのは果たしてどちらのプレイヤーなんでしょうか。実況を務めるアナウンサーの田口翔平です。どうぞよろしくお願いいたします。そして解説はビップさんとクレイさんです。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。運命の決勝戦はナンビラムーチョ大原 VS バニーラライカザクラというマッチアップに、大阪吉本代表、売れていない無名芸人バニーララいかざくら、芸歴8年、コンビとして出場した M1 グランプリは2回戦で敗退。表舞台に立ったことのないいかざくら、そんないかざくらに対し先輩芸人は、果たして彼が芸能界ナンバーワン決定戦出ていいんでしょうか。ネタやってませんでこいつ。なるほど。そう、彼はプロスピエースがただ好きな無名芸人。そんな無名芸人イカザクラは先輩芸人をあっさりと蹴散らし決勝進出。売れていなかろうが優勝してしまえば吉本芸人代表、無名芸人からプロスピエース芸人になれるのか。大原、売れ始め芸人ナンビラムーチョ大原雄一、今大会も隙間を縫って参戦、超多忙になり始めている大原。それもそのはず、 M1 キングオブコントのファイナリストで今や大注目の存在。そう、彼は飛ぶ鳥を落とす勢いの売れ始め芸人。あっさり敗れ去った友人たちの思いも背に頂点に挑む。無名芸人イカザクラ VS 売れ始め芸人大原雄一。プロスピエース、スターチャンピオンシップ吉本芸人代表決定戦決勝戦。まず登場するのはダンビラ部長大原。ピーの意思を継いでもう一度イリキだ、イリキだ、腰もクイッと優作決まっています。対してバニーラライカザクラ、さあもう一回見せてくれるのか。優勢だ、優勢ですか。これは優勢という判断になりました。ということで一言ずつコメント頂戴したいと思います。まずはイカザクラ選手、意気込みいかがでしょう。さっき兼近さんとすれ違った時いい匂いめっちゃしたんですけど、はい、あの北海道に僕が出身で、はい、で小学校に稲葉選手来てくれたんですけど、はい、その稲葉選手と同じ匂いしてます。よう覚えてるな。よう覚えてるな。稲葉と同じ匂い、はい、稲葉の匂い。稲葉の匂い。さあ対して大原さん、いやまさかイカザクラと戦う人生だと思って。初めてお会いしたんですか。初めてです。僕 の、 あの友達たちをみんな倒して、はい、誰だこいつは、全員やられて、で結局今僕これをかぶってるってことでもう全員の思いを今本当に言えるんで、そういう構図が出来上がっちゃったんですね。完璧にヒール対ヒーローの構図ということになります。さあそれではプロフィールご確認いただきましょう。これね、あの意気込みとしては大原さん売れている、はい、今度は一人になっちゃったわけですね、イカザクラさんから。シンプルに勝ちたいってやりたいと思います。なんかちょっといろんなもの背負ってそうな雰囲気があるな、ね、はい、イカザクラさんの自分が信じ抜く野球をぶつけますというところですか。そうですね。さっきあの裏で社員さんに分かってるなって言われたんですけど、関係なく僕は倒します。嘘やろ。嘘やろ。どうですか、全身全霊で、全身全霊で戦っていただきたいと思いますので、両者試合の準備に移ってください。両プレイヤーの野手オーダーはこちら。最新の選手を多くオーダーに組み込むイカザクラに対し、大原は自身のテクニックで大きく離れたスピリッツさをカバーすることができるか。続いて投手オーダー、
ロッテファンのイカザクラは種市敦樹、巨人ファンの大原は菅野智之と、互いに大一番で推し球団の投手を先発に起用。吉本の代表としてスタちゃんに挑むのはどちらなのか。参りましょう、プレイボール。代表が、はい、ここで決まりますからね。はい、正面で見るとイカザクラってこんな顔してる。初めてしっかり見とけよ、最後かもしれない。そう、最初で最後の機会かもしれない。危なかったな、最後まで。いやいや、インフルエンザ代表がね、ここにいますから。すげえ、戦う可能性が。偵察しといた方がいい。偵察するんだ。さあ、来い。いや、イカザクラも頑張れよ。うわー、こさげられるな。怖っ。体型レーダーの頑張れにどう反応していいかわからない。怖かった、今すごい。表情が悪いこと言ったかな。ナックルカーブか。ちょっと大阪の芸人たちからエールのメッセージが来てるんですけど。嘘やん、言ってる、何言ってる。通知が邪魔でちょっと聞こえやそんなに。それで俺の頑張れ無視されたテンポいいよ、テンポいいよ、テンポいい、テンポいい、現場の声を大事にしてもらいたい。そっちは無視です。うわー、三球三振。昨日ファイターズに打たれたんだ。気にすんな、気にすんな。なるほどね。ダメ、そっか、確かいろんなもの背負ってるんだ。あいやいや、タイミング合ってる。曲がらんね。ちょっと通知がすごいですね。通知大阪ではエールの。あー、そそんなに友達いるんすか。自分の話ばっかりしてるもう立った気にいるよ、あいつ。やらしい配球が。なかなか会話が進展しづらい。さあ、ただ追い込まれました。大原選手、ツーアウトです。これフォークだろ。何？それと、マジか。駆け引きがある中で、イカザクラがやや上回るのか。すごいらしい配球してる。ここ2球ストレート。今の手無失点で畳むことができるのか。正面でいるとなんか電車みたいな。電車にいるやつ。電車に、電車にいるやつ。電車に座ってゲームしてる人。電車。さあ、イカザクラ、ここでまずはランナーを出したいが、うん、これは落ちます。吉本代表の座が近づいてまいります。やべえ、マジで。バニーラ・ラ・イカザクラ。相方、ふみのりも応援しています。ふみのりです。確かに、ふみのり。はい、ふみのりって言いませんでした。今、ふみのりって言いました。ふみのりって言いました。おい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 、何言ったらいいよ。あってるのに訂正してきた。超新像が出てる。修正の仕方怖っ。超新像なんで。ふみのりです。ふみのりです。ふみのりで。スリーボール。さあ、どうだ。これは切れますか。紙一重、紙一重。ちょっと上手いよな。よし。うわー、打球速い。うそだろ。いや、これ5点あるよ、5点。イカザクラ、マジ強え。これね、多分マジでやってる人なんですよ、これ。マジで強えな。ちょっと正直、一人だけレベル違うぐらい。そう、なんかマジでやってる人の。ちゃんとやってる。僕のリアタイの試合数、谷繁超えてるんですよ。大原ボコせ、マジで。僕らよりも今会場は完璧に。1年半しかやってないですよ。1年半で谷繁超えてるんですよ。いや、でもね、あのイカザクラも頑張れ。優しい言葉が。ただ届かない。全然リアクションしない。完璧にここ皆さんのね、皆さんアウェイ、嫌われてる。これはもう あんま見ないっす。見ない見ない見ない、ね、会場飛び出してた。応援の声は完璧にダンビラムーチョ大原さんに向いている。さあ、イカザクラ、このアウェーの空気感を。これしれっとね、ロドリゲス疲労してる状態で使ってるんですよね。そう、もう信頼しきってるのか。信頼し、信頼してる。ここだね。2番これも外れて、ボール3。まあまあ、ここはうわ、力んだか。ちょっとカウント。よし、ゴール。食べました。ゴールで勝負。いや、よかった。あれは振っちゃう。あれは振るよ。大きなチャンスを迎えたイカザクラも無失点で。さあ、一旦まずは。ここランナーで。まさかの、まさかのあれあるか。うわ、カーブの曲がり
り具合が。いや、これ一発でね、決着とかもありますから、ね、いや、確かに確かに。4番バース、さあ2ストライク、うわ、見逃し三振。これね、やっぱ種市選手ってあのフォークが特徴なんで、あそこ意識しちゃうんですよね。なるほど、やっぱストレートのツースイングね、あそこってフォークだけが強いもんね。そうそうそう、手が出ないですよ。そうなんだよな。いや、このイカザクラの配球術にハマっているところですが、それもアウトになります。熱い。さあ、マジでやばい。ちゃんとところ上げてるもんな。2回の表無失点で抑えられるか。なんだろこれ。そのダックルカーブ上げらしい。そのダックルカーブマジで打ちにくいですよ。やーれました。えぐっ、ビッタビタのストレート。えぐっ、おー、わ、ギリギリ。よく見た、よく見た。フォークね、ホームラン追い込まれています。あー、これも引っ掛けた。ボールだったね。いや、けどいいところだけど、いや、気をつけて気をつけて。これでも抑えたらね、まだタイブレークある。タイブレーク行きましょう。ただ先ほどの感じ、イカザクラバッティングもまあ満足にできてるでしょう、ね、ここは、はい、ちょっとロドリゲスかな。あー、マジっすか。信用あるね。頑張れ大原。さあ大原頑張れと声が飛ぶ。よし、いやー、パワーカーブ合ってるな。セントランナー出ます。もう見えてるな。うまいな。ピッチャー変えましょう。変える。桜に対する応援、疲労も溜まってるんだ。確かに。頑張れ。バニーラ・ラ・イカザクラ、29歳、芸歴8年。あれ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 。あれ、また大谷のコースター見せんの。ずっとね、皆川さんが頑張れって言ってるんですよね。リアクションがないんですよ。これもレフト方向。ランナー2塁1塁です。今、ボソッと大谷さん見れるの嬉しいって言ってました。大谷もハイピンついてるよ。2024 M1 グランプリ。決勝進出を見せましたダンビラムーチョ大原、対しては2024 2回戦敗退イカザクラ。2回戦か。これ開くな。これはどうだ。おっと、うわぁ、2回戦敗退のやめてください。怖っ、怖っ、すごい怖い。これは開くや。今日夜道気をつけてくださいね。体が半身でこっち向いてる。ずっと強心臓なんで。怖いわ、強心臓の夜道を。さあ、面白い。ランナー三塁、ツーアウト。まあ、一本出るか、バッタ勝負。おぉ、本当に一本で終わりますから、これ、優勝を決められるのか、ここ一番で出るか、大原粘るのか。これはおぉ、エンドロール、タイブレーク。これあるぞ、タイブレークですよ。わかんない、わかんない。今抜けると思いました。抜けたと思った。天才取っちゃえばね、もう。さあ、タイブレークです。カズマ全然ある、全然ある。1点だけ取っちゃえばスタート。うわ、しかもトグロ出た。いける、もうありますね。バッターボックスには岡本。一発いい。おー、初級からいきます。緊迫す、なんていうんですか、緊張する。決勝戦にふさわしい。うわ、めっちゃかかったよ。すげー、マジで。ここのバスでやってきてるんだ。あ、これはよし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 。最低限ランナー三塁二塁。うわー、出ていきます。落ち着いた。さあね、どうなりますか。あるから、エンドラン警戒あるから。落ち着いて、イカザクラ。おお、どうだ、高め外して、ツーボール。まずい、ザクラ追い込まれてる。うわあ、これ集中集中。さあ、この一球。何それ。一本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 さっき言ってますからね、森選手でね。三塁二塁ツーアウト。見てる方も緊張するな。これ本当の CS とか見てる可能性を見ないと。よし、よしよしよし、マーチェス広角ついてるよ。おお、うまい。ちょっと今先輩が出ましたか。先輩からの今芸歴使いましたね。今ちょっとこれどうする、帰るのか、帰るのか、帰った。お前 NSC 後に帰っただろ。しかもこれでオッケーオッケー、いけるいける。さあ、この采配がどう出るか。やべえ、寿司も大きいんですよ、これだろ。行くとこ分かってんの。
ムワンファイナリスト。マジなってない。いや、意地がある、やっぱり勝負強さが違います。勝負強さが違います。俺、認めた。あのイカサクラが認めた。あのイカサクラが認めた。さあ、それでまだチャンスは続け。いやもう行ってほしいよ。もう行ってほしい。三塁、一塁、ツーストライク。ランナー走った時のね、ノーマルだった。でも1点おいしいよ。1点でかい。大原守りきろ。さあどうなる、これこの1点守りきれるのか。さあピッチャーをどうするか。芸人代表は、芸人代表がこの回で決まります。このままいけば、ね、ダンミラムーチョ大原さん、うん、逆転となればバニーララ、イカザクラ。イカザクラが追い込まれてる。桜が追い込まれる。今日ここまでで初めての追い込まれる。追い込まれるとめっちゃメガネ触る。ここでのやっぱメンタルの強さというのは皆川さん大事ですよね。やっぱりそう思います、はい。やっぱりメンタルが、やっぱり本当のスピリットを見せてもらいたい。いや、大阪勝ち上がってきて一回黙って。相性悪い。相性良くないな。全く噛み合いません。噛みついてきた。うわぁ、いやぁ、ピッチャー誰ですか。山口哲也さん。本気だ。大原さんもここはもう集中といった感じ。うわ、よく見た。ボール2。つられるわ。これも外れています。これどうしよう、マジでピッチャー。信じましょう、自分を。でもこれ慣れてないぞ、多分山口投手を。ちょっとね、触れてなかったですからね。さあ、大原監督と監督。うわー、めっちゃいい。めっちゃめちゃいいとこ。あれ、バレてるぞ、イカザクラが。イカザクラとしては売れるきっかけ、意地でも掴みたい。今日めっちゃ俺、イカザクラって言ってる。タイムワンファイナリストには勝てないのか。どうだ。うわー、すげー。吉本芸人代表はダンミラムーチョ大原先生。持ってるぞ。すごい。まさか。黄色い石を引き継いで。はい、ありがとう、ごめんなさい。すげえ、すげえ、マジで。いやー、決まりましたということで、早速ですが見事優勝代表決定です。おめでとうございます。いやー、いやマジでイカザクラに勝つなんてシャレになってる。シャレだろ、もうもはやシャレかもしれない。シャレだろ、シャレだろ。いや、戦ってみてどうでしたか、イカザクラ選手は。いや、俺もう正直配球とかも良すぎて絶対勝てないと思ってたんですけど、やっぱこう諦めなければ勝利は転がってるんだろう。改めて思いました。本当に、まあ、風船強かった。強かったしました。イカザクラさん、いかがでしたか。やっぱ芸人人生の重さには勝てなかった。いや、俺とのぶき覚えで書いたんだ。ここは薄かったんだ。15円取ってきてんだ、こっちだって。吉本芸人代表としまして大原さん、この P の意思全国に持っていきます。はっ。終わり方だけいい。いや、終わり。吉本芸人代表はダンミラムーチョ大原さんです。プロスピエース、スターチャンピオンシップ、これで2人目の出場者が決定。あらゆるジャンルのスターが集結するプロスピエースの祭典は12月配信予定。今後も続報をお楽しみに。コナミ